仙外教へよくぞ参った先生。月英祭を心ゆくまで楽しんでいくとよい。わらわが門主としている間は仙外教での安全を保証しよう。相手が誰であろうとな。無論先生も例外ではない。日課じゃな。なぜわらわがここにいるのか。これも門主の務めじゃからな。日々新たにしてまた日に新たなり、日々新しく前に進むべきという意味じゃ。手助けが必要ならいつでも力になるぞ。なんじゃ先生、わらわをくすぐってみたいのか。なんとも無礼なやつじゃ。じゃが許そう。じゃれ合いたいのか。よい、好きなだけしてみせよ。わらわと先生のことじゃからよ。他に人がいるときはわきまえるんじゃぞ。そなたのためにもお楽しみを用意した。存分に楽しんでいくがよい。じゃが食べ過ぎには注意じゃぞ。どうかしたのか先生。ふん、まずはわらわに食べてみてほしい。それが何を意味するのか分かっているのかい。わらわは構わぬぞ。月英祭の名物といえばおやつじゃ。さあ一緒に探してみようかな。先生は甘いものは好きかい。わらわはそこそこじゃな。ほう、興味深いの。わらわにも味見させてくれるかい。よくやった先生。じゃがそなたはこれで満足などしない。そうじゃろ。ほんにご苦労じゃった先生。源流門の門主として、そして一人の生徒として、そなたに心からの敬意と感謝を。